はい、皆さんこんにちは。ゴジラ戦略会議の時間です。今日の商品は何でしょうか。お、なんかよくわかんないの出てきました。これちょっと説明文が下にあるんだと読みつつやりますけども、今日はちょっともう自分で言っちゃおうかなと。60秒で僕はやりきってやりますよ、この紹介を。おじゃあ行きますよ。もう用意始まります。用意スタートだけ言ってもらっていいですか。用意スタート。さあ、はい、始まりました。これがですね、パタットミニっていう商品ですね。正式名称ちょっと長いんですけど、いわゆる巨彩体に配られた備品っていう設定があるやつなんですよね。でもパタットミニっていうのはそもそも僕ちょっとよくわかんないんで、ちょっとこれ見てみますけど、これよく見ると確かに巨彩体って下にこう備品って書いてあるんですよ、ちゃんと。で、右下とかにはなんか こういうのオタク嬉しいですよね。夏季現金とか細かいの書いてあるみたいな、これ嬉しいですよね。これは何用かっていうと、いわゆる簡易的な椅子らしいんです。ちょっとじゃあ組み立てやってみますか。まず真ん中のボタンをこう結構簡単にこう開きまして、でこれをなんていうのかな、こうちょっと押し込むってパタッとこう本当に椅子ができちゃうらしいんですよ。でちょっとパタッとやってみますか。せーの、ちょっと待ってくださいねせーの、あ、これできちゃった、椅子が。じゃこれ座ってみますか。なんかイベントとかでこれ、ゴジラ博士が乗っても大丈夫。皆さんありがとうございました。